はい、ヤマタヌキフィッシュ来ましたよ。ブラックヤマタヌキ。よし、来た来たよ、ヤマタヌキ。おー、ノイケバース。はい、ヤマタヌキフィッシュ、ノーシンカーで食ってきましたよ。小ぶりだけどね、よく引いてくれました。ズルビーていたらコココココーンっていう感じのね、気持ちいいあたりが出ましたよ。じゃあこいつはね、小さいんですぐ逃がしてあげます。イエーイ。ヤマタヌキはね、よく飛ぶんですわ。これでね、今片側のこの肩が壊れたから、今度は逆側からね、こんな感じで刺して、で最終的にはね、これをさらに半分に切ったりしてね、使えますんで、結構コスパいいですよ。うまだいるかな。よし、食った。よし、お、でかいぞ。うわ、ヤマタヌキフィッシュ、これは、やばいやばいやばい。ちょっとでかい。おお、なんだ。バスだよな。うわ、でかい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 。でかいよ。タモとかないんだけど、うわ、やばい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 。でかいぞ、どうしよう。もういけんのか。うわうわうわ、よいしょ、よっしゃ、でかい。はい、ヤマタヌキフィッシュ来ましたよ。ブラックヤマタヌキね、この前買ったやつ。いやー、いい引きだったな。さっきね、小さいのが1匹釣れて、どうかなと思って粘ってね、ズルズル引いていたらバチッときました。いやー、これは立派ね。嬉しいね、おかっぱりでこのサイズはね、ほんと嬉しい。
ヤマタヌキ、ほんとね、バヒューンって飛んでくからね、いいとこにね、入れられる。横にかかってるね。よいしょ。こんな感じで、ですね、スーペリフックの10番に、黒のヤマタヌキ、フルサイズ。ダーン！イエーイ！じゃあね、こいつはサイズを測って逃がしてあげたいと思います。ヤマタヌキフィッシュ、イエーイ！やったね。また来てね。よいしょ。でね、タックルはこれはアブのスタンドアップスタジオスのですね、おかっぱりシリーズのロッドですね。62の、まあ柔らかめのアクションの竿に、これね、ゲイリー山本のヤマタヌキをオフセットでノーシンカーで転がしてみております。このお尻がプルプルって動いてるかなってのをイメージしてね、引いて止めて引いて止めてってやってたら当たりが出ております。じゃあ引き続き頑張ります。はい、というわけで帰ってきました。久しぶりにね、おかっぱりに行って、それでもってね、ヤマタヌキどんな感じかな、いよいよね、ヤマタヌキが効くシーズンにね、なってきてるかなということで、買ったね、ブラックから投げてきてみました。で、まあタックルのところね、今持ってるから、説明していきますと、まずはですね、この竿の方は、ファンタジスタのですね、スタディオスシリーズのスタンドアップっていうね、 FSNS の 62ULS の SF っていうね、竿なんですけども、まあおかっぱりでね、1本で何でもできるよっていうね、こういう竿なんですけども、自分のこの使っているやつはちょっとね、穂先のソリッドの部分ね、不注意で折ってしまったので、少し長さを詰めてですね、で、なおかつガイドを、まあトルザイトのね、トップガイドに変えて、使っているちょっとね、折れちゃったから改造スペシャルなんですけども、まあ、これによってね、少しだけアクションが、硬い調子になっているので、従来の大元の竿よりもちょっとね、こういう、ボリューミーなね、ワームなんかも、扱いやすくて、そんでもってフッキングも、しやすい、そんな、竿になっております。リールはね、シマノの、昔のコンプレックスですね。これ、使いやすいんでお気に入りで使ってるんですけども、で、PE ラインこれね、0.35 のね、PE ラインを入れてまーすね。そんでもって、ちょっとこれ、これね、便利なんですよ。これね、富士のね、なんだろう、こう、フックキーパーっていうのかな。後付けできるやつなんですけども、ここがこれね、見えるかな。こう、開くんですね。開いて、で、外して、こんな感じのね、部品なんですけども、ここがね、ロックできることによって、よく歩いてたりすると、プランプランって取れちゃったりすることあるじゃないですか。これだとですね、なんとね、こう、つける、ロックする、振っても落ちない。ね。なおかつ、ここの部分に、保持するから、ワームのね、せっかく綺麗にセットした姿勢なんかも崩しづらいっていうことでね。プラグなんかにも、使いやすいんですね。プラグプラプラしてもやっぱり取れないんですね。このちょっとしたことなんですけど、このロック機構があることによって、非常に便利に使えるっていうことで、まあ今日はね、この、いよいよね、店頭に並び出したヤマタヌキなんですけども、これをちょっとおかっぱりで使ってきたよっていうことで、ブラックカラーね、買って、で、針はね、これね、スーペリオフックのね、10番ね、使ってるんですが、スーペリオフックの特徴、ここの先端のところにね、溝があるんで、こうラインを結んだ時にね、まっすぐ、前からピョンとね、糸がしっかり出てくれるよう、それを保持するよっていうね、そんなシステムが採用されてる、スーペリオフックの10番ですね。これを使っております。で、このリーダーのところはですね、ちょっと見えづらいと思うんですけども、フロロカーボンの7ポンドラインをリーダーに、つけております。で、今回はね、こういう感じで、ノーシンカー、もうザ・ヤマタヌキっていう感じのね、まさにな使い方なんですけども、先日小森プロね、12ヶ月亀山攻略で行った時に、小森プロですね、ヤマタヌキをスピニングのセッティングにつけて、それで投げさせてもらったんですけども、
これね、自重が 5g 超えてるワームでこのフックを昇和してるんで、めちゃくちゃ飛ぶんですよね。バキューンって飛んでいく。ね。まあ、ベイトなんかでも使えるね、絶妙な重さだよっていう感じで、あ、ベイトで使った方がいいのかなと思ってね、思っていたんですけども、先ほど説明したようなちょっとね、使いやすいスピニングタックルであれば、スピニングで組むとね、もう、遥か彼方までこれね、飛んでいってくれるんで、飛行姿勢もいいのかな、なんかね、バヒュンとね、まっすぐね、突き刺さるようにね、こう飛んでいってくれるんで、それで、例えばその通常のおかっぱりのこのサイズのワームとかが届かないようなところにも、なんだろう、こうずんぐりむっくりしたね、この 5g 超えのボディなんで、ノーシンカーで飛ばせて、それでもってノーシンカーならではのプル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 っていう感じで落ちていってくれるから、非常にね、使いやすいな、ね。で、ちょっとおかっぱりだと届きづらいところに投げて、ズルズルプルッ、ズルズルプルッっていう感じでね、引っ張っていたところを、もう糸がね、横っ走りしてね、合わせてみたら結構いいサイズがね、釣れたっていう。なんかね、これをスライスしてスライスしてね、使ってる動画なんか上げてたんで、あれスライスして使うもんなんですかなんてね、言われたりしたんですけども、あれはあれでもちろん釣れるんですけども、やっぱり真骨頂はこの、ノーシンカーのね、フルサイズで、パヒュンって飛ばして使うね。これが、まずね、使いやすかったなっていうのと、そういうね、使い方が効くシーズンに入ってきたなっていうね、そんなのを感じました。で、これをね、こう、ずっと使っているんですけども、ここ、まあ、2匹ぐらいこれ釣ったんですけど、そうするとね、これね、見えるかな。こういう頭のところがね、ちょっと裂けてくるんですよね。こう、少しだけこう、ね。どうしても魚大きなのを釣ったりすると、こういう裂けてくる。こうなった時にこれをしっかりなくさないように取っておいて、そこでですね、これをスライスして、ね、カッターナイフね、結構大きめのカッターナイフがやりやすいですよ。スライスして、で、持っておくと、さらにちょっとコンパクトシルエットな、まあ、なんだろう、ゴリとか、ハゼっぽいね、アクションで誘える、縦割り、ヤマタヌキが完成しますんで、何匹か釣ってちょっとここの頭の部分ボロってなったよっていうね、こっからね、さらにね、楽しめるのがヤマタヌキかな、なんていうふうに、思ってますので、ぜひですね、使ってみてはいかがでしょうかって。早速ね、このシルエットはっきりくっきり系のね、ブラックから使ったところね、いいサイズのバスが釣れたんで、今、饒舌に語っております。はい。まあでもそんなところです。はい。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ゲイリー山本から新しく登場したですね、ヤマタヌキ。これをノーシンカーで使ってみたところ、なかなかいい魚が釣れて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。